丈夫。私は捕まってないし、これからはあなたの言う通りに動けば捕まらない。そうでしょ？そして私がエルの名前を見る。私はあなたの目になる。だから。彼女にしてください。彼女？はい。どうしても信じられないなら、このノート、あなたが預かってください。預かるだけなら、所有権は私にあるから、目の能力は持続する。そうよね、レム。確かに。これなら私はあなたを殺せないし、私が不要になったら、あなたが私を殺せばいい。なんでこいつここまで。しかしもうノートから何ページか切り取って、隠し持っているかもしれないじゃないか。なんでそこまで疑うの？私はあなたに利用されるだけでもいいの！信じて。It's all right. Because the police didn't catch me. And if I do as you say from now on, they'll never be able to. So we're safe. After all, don't you need someone to see Elle's name?If you want, I could be your eyes. So... Yeah. So what? Would you please make me your girlfriend? Huh? Girlfriend? Yes. If you really still can't trust me, then here. I'll even let you hold on to my death note. But you'd just be holding it. So I'd still be the rightful owner of it, and that means I get to keep my Shinigami eyes. Isn't that right, Rem?Yes, that's right. Now there's no way I could possibly kill you. And if I become a burden to you, then you can just kill me, okay? Why would she go this far? But you might have removed several pages from your death note. You could be hiding them somewhere for all I know. Why are you so suspicious of me? I already told you, I don't care even if all you do is use me. Believe me.これからはあなたの言う通りに動けば捕まらない。そうでしょ？私がエルの名前を見る。私はあなたの目になる。だから。彼女にしてください。無理だ。このノート、あなたが預かってください。預かるだけなら、所有権は私にあるから目の力を持続する。そうよね、レム。ああ、確かに。これなら、私はあなたを殺せないし、私が不要になったら殺せばいい。私は、あなたに利用されるだけでもいいの。私を信じて。はい。ライトのお荷物にはなりたくないし、私が持ってると心配なんでしょ？はい。レム、デスノートを預けるだけなら、ノートの所有権はまだ私にあるから、目の能力はこのままでいいよね。まあ、それなら。ミサのノートの隠し場所が八神ライトってことにしかならないの。ライト、私が目になるからエルに合わせて。いいんだね。あなたには捕まってほしくない。ライト、私と付き合って。え？付き合ったらこうやって会うのも不自然じゃないでしょ？いや、そういう問題じゃないよ。もう隠そうとするから怪しまれるんだよ。堂々としてればいいのよ。そっか。え？わかった。やってみるよ。ミサ、頼むから聞いてくれ。君を助けたいんだ、ミサ。あっちはまだ君が誰か知らない。まだ時間はある。レムには一生わかんないね。
ミサとキラは結ばれる運命なの。愛と人生と死、この3つがミサとキラの絆なの。だってキラだけだもん、パパとママを殺した犯人を裁いてくれたの。あ、彼だけ寿命が見えない。他の人のは見えてるのに。キラだ、キラ決定。八神月さん、ミサミサ。僕の名前は月と書いてライトって読むんだ。でもなんで僕の名前を。見えるから。じゃあ君が。そう、目を持ってるんだ。レムがくれたの。レム？見えないな。私のノートに触れば見えるよ、女の死神。女？そう、女。あ、でも完璧に女子じゃないけど。紹介するね、レム。この子に何かしたら私が黙ってないよ。レムは私のことをやりすぎっていうぐらい守ってくれるの。可愛いんだよ。ねえ、今度はライトの死神見せて。うわあ！レムと全然違う。いや、リュークって言うんだよ。リュウ君、よろしくね。こちらこそ。君の死神と違ってリュウ君は僕を守ろうなんて気持ち全然ないんだ。本当、全く助けになんないよ。それって死神の鉄の掟、ルールなんだよ。死神が人間の寿命を伸ばすようなことをやっちゃうと砂になっちゃうんだって。死神も死ぬってこと。そう。ねえライト、ミサいいこと考えた。いいこと？彼女にしてくれるならミサがあなたの目になってあげる。本気なのか。もちろん本気。証明して。本気だってこと？死神の目を持ってるってことだよ。あそこに男がいる。あいつの名前は。関わるなミサ。レム。犯罪者。ずっと僕を尾行してる。彼の名は模擬肝臓。さあ、ミサは家に帰って何事もなかったように。世界が一変したのに。今はダメなんだ。そんなのやだ。武士の間だけ捕まったりしたら困るだろう。もっと悪いことになるかもしれないし。分かった。大丈夫だと思ったら僕から連絡する。大学のキャンパスで会えばいいよ。あなたに振り返ってもらうために死ぬほど頑張ったんだよ。